今日はわかめとわかめとひじきかの、おにぎりでございます。そしてこれコンビニで買ったのかな、どこで買ったんやろ。うま辛麻辣麺ビリビリしびれる辛さ大盛り、こんな感じでね、2019年最後の自宅飯はこれでございます。地味というわけで食べたいと思います。よし食べよう。何時か、もう4時やん。もう今日から旅行やのに何にも準備できてへんわ。パはい、どうもパテモス協会でます。何の準備もできてません。今から旅行行く準備しないと。まあとりあえずパンツと靴下 とだけあればね、なんとかなると思うんで、なければ旅先にてね、防寒とか買えばいいと思うんでね、まあその辺は気にしてませんけども、とりあえずパンツと靴下だけ詰め込んで行こうかな思ってます。まあ何泊、俺は結局3泊か、私は3泊する。3泊やな、2日の夜に帰ってきます。私は帰ってくることにしました。というわけで、うま辛麻辣麺を食べたいと思いますね、おにぎりとね。というわけでいただきます。寒いなぁ。それにしても雨やで。ほんで、あ、美味しい。辛すぎずうまい。今日はね、朝6時半からね、水槽の水替えして、ちょっと水槽触ってて、で、なんやかんやと終わったんがお昼過ぎで。そっから動画編集したりとかして、今ですわ、4時ですわ。明日大晦日でしょ。でアニマル今日の分と今日の分公開して、明日の正月じゃ、年末お疲れありがとう、1年間ありがとうございました動画アニマル上げてるから、それも上げたかったから、そんな感じですわ。ちなみに明日は酒動画がこのチャンネルでは上がります。午後3時半か3時ぐらいですかね。タイマーしてますんで。これうまいな。また買っとこう。どこで買ったんやろ。ミニストップやったような気がするな。どこのやつ。大黒。スープがね、美味しい。とりあえず今日は俺の車で出かけるんですけど、野郎3人なんですよ。俺入れて、俺の車後部座席クソ狭いんですよ。で来る方々は4泊する荷物で行くっしょ。俺の車2台は広いんやけどね、2台っていうか、むしろな。だから雨降ってっからさ、荷物そのまま乗っけられへんしさ、車の中乗せなやばいの。どうすんやろ、乗るかな。
物自体最低限でもいいかもしれないな。車どっかに預けて、荷物最低限コインロッカーとかでもいいしな。明日は明日で昼ぐらいから移動するからさ、姫路にね、来年こそはね、この部屋を綺麗に、片付けたいと思います。というわけでもう10年もないんでね、これ本当うまいわ。2019年ありがとうございました。まあ私は明日も、まあ、どっか出かけて動画上げるかもしれませんけども、まあ、とりあえず家での動画はこれで今年最後になります。来年もよろしくお願いいたします。というわけでパチポソ協会でございました。ごちそうさまでした。良いお年をお迎えくださいませ。美味しかったですよ。